宗実寺縁起絵巻は、室町時代末期の1532年に製作された絵巻物。上下巻、資本着色。現在の滋賀県大見八幡市と東大見市の市、境にある、木の笠山,山山腹にある宗実寺の由来と、その本尊である、薬師如来の下限などを表す。宗実寺所蔵、重要文化財。室町幕府第12代将軍、足利義春が発願し、 ゴララ天皇と昇蓮院孫沈法神皇の兄弟と三条西寂高が言葉書きを土佐光重が絵を担当した。上巻、第二巻より、愛姫が病床で見た夢を侍女に語る場面。絵巻のあらすじは以下の通りである。上巻四段、下巻三段からなる。物語は天地開白まで遡る。会場から吐いた桑の巨木が三つの実を生み。 そのうちの一つが宗実山になり、あとの二粒はカラスとウサギに変じた。聖徳太子が三十三歳の時、薬払いとして当地に千住観論を祀り、観論政治を建立し、最国十三所の一山となる。そして宗実寺は、不老不死の霊場となる。以下に薬師如来の由来を記す。天智天皇が大見に遠いた時、四女の愛姫が病を得るが、 病床で、琵琶湖から今日を唱える声と湖面が光る夢を見、次女にその内容を伝える。天皇がその夢について、数敬する、上栄王将に問うと、琵琶湖には、八大竜王の変化である、弁祭天がいられ、固定には、竜宮があり、姫を治癒する如来がおわします。と根性する。上位が法要を行うと、琵琶湖から眩しい光が発し、薬師如来が下現した。 光を浴びた愛姫はたちまち回遊する。場面は唐崎の松で常備となる。薬師如来は小中より現れた水牛に乗り、古城を飛ぶ。陸上に着くと馬に乗り換え、田畑や洋の上を飛び、宗実山山腹に降り立つ。そこに仏足石が残った。その地に宗実寺が建立され、上絵による法要が行われる。現明天皇は、 宗実山営業校し、仏足席を拝して、三十余りにの姿そなへたる昔の人の踏める跡ぞ、これと歌を読む。天皇は、竜王の女であった。寺には、貴仙男女が参詣し、繁栄ぶりがうかがえる。薬師如来の脇地である、日光菩薩、月光菩薩に十二神章、八万四千基の夜舎も、下限し、大岩円を迎える。土佐光 足利義春増史系京都市立芸術大学芸術資料館所蔵。三重は1550年5月3日に義春増史体を描いたが、翌日に義春は死去した。足利義春は官僚、細川高国に擁立され、将軍職に就いた。しかし、1527年、桂川原の戦いで高国が柳本賢治、三好正ながら、 半高国派に敗れたことで、高国と吉原らは京都を追われ、大見各地を転々とし、1531年、この地の守護であった六角貞よりの秘語を得て、創実時に仮幕府を構えた。実相から寺の由来を聞いた吉原は、縁起絵巻の奉納を思い立ち、絵巻制作の経験が豊富な山上にしさねたかに、制作を依頼した。翌1532年1月、 サネタカは、資料が乏しく難重しながらも、わずか8日で草案を仕上げた。聖書は、上官の第一弾と上下官下台を、小奈良天皇より賜り、残りをサネタカと、御子と沈鳳神が分担した。越師はヨシハルが、土佐道ち主義を指名した。そして、1532年8月17日、将軍、ヨシハルの顔が記され、絵巻は完成し、 本尊へ奉納された。なお、奉納日は、サネタカのおじである、カンロジオヤ長の三の33回期でもあった。サネタカは6歳で、父候補を亡くし、親長は父に代わる存在であった。奉納日と期日が重なったのは、偶然ではなく、老快なる公家は、若き流浪の将軍による、絵言葉執筆以来を、自らの親族供養へと、巧みに転化したのである。 上官の第三段に登場する上映は、藤原鎌足の長男で不等の兄にあたる人物だが、これは刑を離れざるを得なかった義春が、自らの犠牲者としての正当性を訴えるべく、大見にといた、天智天皇と共に、絵巻に取り入れたと考えられる。また、薬師如来の加護を受けて、刑へ帰還する願いも込められていたのではないと見られる。この絵巻を上下合わせて七段としたのは、 サネタカが七仏訳史を意識したからではとの説がある。各段言葉書きの書風及び本絵巻以外の遺木から称号すると各段の担当は以下のように推察される。かつて別の説があったが本記事では坂木原説を採用する。ゴ奈良天皇が選筆した上官第一段の領紙には近礼で蝶と鳥が描き散らされており、神筆であることが如実に示されている。 画面上下の大部分及び中央部にも、場面に応じて、白六の、すやりかすみが覆っているが、これは、室町後期の絵巻に共通する。近霊も、すやりかすみに用いられている。上官一段冒頭の、あまりに大きな桑の木については、大樹と呼ばれる聖衣体将軍、すなわち奉納者の吉原を表すと推察される。また、三粒の種を、薬師如来、日光菩薩。 月光菩薩に見立てる説もある。上巻第一弾の伽藍は、創日時と考えたくなるが、下巻第一点2弾の伽藍と配置が異なっている点、及び言葉書きで言及がある点から、観音聖寺を描いたと考えるのが妥当である。うねった田んぼの描写も、これまでの日本絵画には見られない表現で、三重筆では、日吉山の儀温レ礼ズ屏風にも見られる。 このような斬新な表現を土屋隆博はバロック的と評する。月間一段での馬に乗って飛ぶニュライラの眼下に広がるパノラマ風景はそれまでの絵巻に見られないものだが、安土山らの両線を含む描写は写生に基づいていることが確認された。月間一点二段での本堂を見比べると吹きから日和だ武器に変わっている。の方が建造、維持に手間がかかるので、その点から 寺の繁栄が伺える。松木は、これら伽藍の描写は、上巻第一弾の観音聖治を含め、創建当時の復元図ではなく、三重が描いた当時の状況であろうとする。創実時は、天台宗に属するが、本堂の屋根が大きく沿った点は、全衆の影響が見られるとする。下官第三弾の処仏付は、第二弾と話がながらず、唐突な感が否めないが、 上官第一弾の大樹と結びつけ、彼に、二つの加護がある、よう、帰郷できるよう祈願したのだと、解釈できる。それは、言葉書きの昼夜六時を守りで、よろずの悪魔げ道を近づけたまわずからも想像できる。その他、道具や上官、第二弾で見られる、吹き抜き屋台での上義引き描写など、三重の運筆の巧みさが伺えるが、かつての美術師屋の間では、 本絵巻の評価は低かった。若杉淳二は、大麻寺縁起へ、長谷寺縁起へといった、他の三重作と異なり、農祭が用いられている点について、かすがゴ元元気や、現状三蔵へと、高品高金の絵巻に感銘を受けた、サネ高の影響があるのではと、推察する。高岸明は、上官一段の新刊について、大ぶりの文字、くっきりとした農木、農牧。 粘りのある強い筆運びとし、威風堂々たる王者の書、数ある日本の絵巻の中で、これほど、拡張高い言葉書きはないと断じる。ありがとうございます。